というのは見せ場を作ることでしょう。そして伊藤みどり2世と言われてきました小祝久美子。由香さん、この小祝選手のショートプログラム、どういうふうにご覧になりましたか？ちょっとトリプルフリップのところで足をついてしまったような気がするんですけれども、体の動きとしては本当にすごく。